はい、ということでオープニングが終わりましたのでやっていきたいなと思います。レジェンドフェス、はい、さっきねオーズオープニングってタイトルで別の動画をちょっとね動画を上げてたんですけれども、無料10連の方回して出なかったよっていうガチャだったんですよ。まあ今回ね、バルルガンだよな。まあ三ガビで攻撃大幅アップはほんと癖なく使いやすそうな、キャラクターアビリティを持ってて、しかもこれ1ターンなんだよね。効果1ターンの攻撃大幅アップ持ちということで、まあこちらのスカル&バルルガンはぜひとも欲しいってことで、ガチャを回していきたいと思います。どうだろう、天井する前にスカル&バルルガンが出たら撤退しようかなと思ってて、ソフィアもね魅力的なんだけど、ソフィアがちょっと最高度攻撃最高度持ちなんだよね。最高度も持ちだったんだけど、まあちょっと条件が厳しそうだったんで、まあ水子戦場までに引けてればいいやぐらいの気持ち。まあメインはやっぱりバルルガン、スカル&バルルガンかなっていうような感じでございますね。武器もねなんか面白そう。まだ4凸がないみたいなんだけど、シュラ排水持ちってことで、4凸が実装されたら、ポストあれですね、ディスティニーナックル宿命鉄拳になりそうなので、こちらの方も楽しみでございます。それじゃあ早速回していきましょうか。4凸考えたらここ天井なのかな。いや、まず引いてから考えるか。まず引いてから考えよう。モバコインはね、10万用意してまいりましたので、はい、頑張ります。いや、どうだろう。ささっと出たら、さっさと撤退したいんですよ。ささっと出たら、さっさと撤退したいんだけど、いいねー。いいねー。まだね、4凸1本のみなんで、この呪縛の外装が、手に入ったのは熱い。4凸2本までは熱いっすね。あちち。おっと?リロード。いやー、でもそうか。いや、なんか、次、スカル&バルルガン来るんかな。サポアビの効果が、追撃効果 20% だったんですよ。そう、追撃効果が 20% だったみたいで、やっぱ使いやすいよな。というか、土にサラーサがいるのがでけえよな、スカル&バルルガンに関しては。そう、もともとサラーサっていう排水キャラクターがいて、スカル&バルルガンがいて、まあ最近シュラっていう武器スキルも来たわけで、まあ、ヨダメアップが後は来ればって感じだよな。まあ、風属性のさ、ハロウィンのハロウェインの拳とかもそうだったけど、クリッピーブロー、あれもそうだったけどさ、結局ヨダメアップ系統が強いから、最近の昨今のグランブルーファンタジーは、まあヨダメアップが来たらさらに覚醒しそうということも相まって、いやー、どうだろう。まあでも土属性か、来そうだよね。正味ハルモニア枠、まあ全属性ハルモニア枠が来るような気がするんだけど、まあ今までのハルモニア枠の話をすると、ハルモニアがハープでことで、ヨダメこの話は後に回しましょう。話はこのガチャで新キャラを引いてからにしようぜ。おいら行くぞグラン。うお、マジかよ新キャラですらない新キャラですらナイス。アーク、古戦場はすでに終わりました。アークの意志のままに、どんな感じでございますわ。オーズだけに、仮面ライダーだけに、引いては仮面ライダーだけに。さあ今100連回してこれか。まあ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 、リミテッド武器運はいいよな。リミテッド武器運はいい。じゃあちょっと話を戻そう。ハルモニアがことで、ダメ上限アップでヨダメアップで、ペイン&ストレインの方が斧でダメ上限アップで、名前なんだっけEX 工事のやつな、となってるわけですよ。となると、まあ言われてるのが天使武器に対応してんじゃないかっていう説だよね。そう、だって光属性はことじゃないですか。天使が永遠の知識求むるなんとかかんとか、で闇がね、斧じゃないですか。となると天使武器に対応してくるんじゃないか。で土属性の天使武器はなんだっけ、拳だ。そうだから拳になるんじゃねえのみたいな感じに言われていたような8年、感じがしますね。シルフ結構出るんだよな、この純白の霊長シルフ。あ、来た、演技の欲釜。これもね、嬉しいっちゃ嬉しいかもしれないね。4凸1本持ってるんだけど、まあ2本ぐらい持っててもいいかな。スキルが奥義のヨダメアッププラス新意スキルを持ってるんですよね。だから HP 上がるんだよな。 HP 上がって奥義のヨダメが上がるから、結構高難易度には悪くね武器になっているんじゃないかと思っているんで。でもウィルナスの斧、あ、ほうほうほう
この少なさ、10連回してこの少なさは大変嬉しいのよ。その1、セイレーロス。あ、これはサティロスの武器ですね、土属性の。2本目、お、天地地中地中トラ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 で、愛と戦いの神アナと、ここで新キャラが出るわけですよ。皆さんありがとうございました。お先に失礼いたします。ポン、きた、うわー、ジャックきた、これよこれこれこれ、俺様たちは誰にも止められない、あたいらは何にも縛られない、自由だ、いやということで、まあなんかちょっとさ、スカル&バルルガンの年齢、スカルが17でバルルガンが24だっけ、なんか年齢を見た時にさ、やっぱふと思ったよね、お前らその年になって何しとんねんっていうお前らその年まで何しとんねんって思ったんですけど、まあでもそれは日本の考えなのかもしれないな。170連か。いや、ちょっと我慢するわ、これ。あー、どうしよう。いや、天井するわ、これ。ちょっと、後々のさ、ジャックナイフ、これあるな。後々のジャックナイフあるわ、これ。ちょっと将来に期待してジャックナイフで拾いに行きます。はい。ソフィアとジャックナイフ拾いに行っとくわ。まあ、そんな感じで行くんですが、いや、まあでも割と早々に目標は達成できたので良かったですね。前回のガチャもそうだったけどさ、まあかなり、運がいいよね。そう。かなりなんか運がいい気がする。最近のグラブルガチャ、運が向いている気がする。なんかすげえ後悔してきたんだけど、なんで虹が出ないの？もうここまで虹が出ないんだったら引いておけば、下がっておけばよかったと、心の底から思って、ジャックナイフ !This is! パンタグレール。パンタグレールは光の、アルルメイヤスね。なんかこう、回しておこうかなって思うこの気持ち。大体こう言ってね、欲張るとね、失敗するんですよね。まあ、ここから一番、基本的に新キャラって一番最後じゃないですか、虹が。なんだけど、ここの途中で出てきても、ジャックナイフの可能性があるということで、ワクワクドキ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 コン、トゥルル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 ルってわけですよね。はい。虹が出ませんね。なんか序盤だけ、序盤の調子が良くて、後から尻すぼみタイプだな。グラブルのガチャってこういうタイプ多くね？序盤はいいんだよね。グラブルのガチャって結構、なんでだろうね。なんでかわからんけど、そういうの多くない？序盤はさ、すげえ調子がいいのにさ、後半になってくると、どん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 ジャックナイフ1本とリミテッド武器1本もらっとくわ。ジャックナイフ、This is 同時切りやすな。マジでやっぱピックアップは、なんかさ、クラシックガチャに、クラシックガチャにぶち込まれたのにさ、やっぱりあれだよな。なんか、クラシックガチャにぶち込まれたはずなのに、やっぱピックアップは相変わらずこのゲーム仕事しないなぁと思いました、ミザよりと。まあでも今回のガチャはどうしようかな。アトランティスにしといてよろしいか。自分ね、アトランティスねえんだよ。そう、自分ね、アトランティスないので、アトランティスがね、2凸1本とかだったかな。なんですよね、ちょっとアトランティス拾っとこうかな。ありな気がする。アトランティスって2本あっても全然問題ないよね。ああ、まだあれだわ。これで4凸になるのか。じゃあちょっと4凸1本見印で作っときますか。そうだね。それ以外だったら、まあ、ナルメア武器とかもあるけど、ナルメア武器はヨダメアップ、クラフトでヨダメアップなので、それを考えると、あれなんだよな。なんか今後の、ハルモニア枠が来た時にちょっと厳しいので、アトランティス持っときますか。やっぱ剣手大排水大はでけえよな。アトランティスいただきマングス、最強、ありがとうございます。じゃあ90モバコインで、ういということで、今回のガチャでございました。出たのがまあスカルのみだけど、まあ割と悪くはなかったのではないでしょうか。総合的に見て良かったのではないでしょうか。SSR 武器が12本
ですかね。12本、13、14、14、まあ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 ってところですかね。まあできればソフィアも欲しかったけど、まあいつかのガチャで拾うことができることを信じて、とりあえず当面の目標であった、こちらのジャックナイフ、スカル&パールル感は達成したので良かったといたしましょう。はい。皆さんもね、まあもし、まあ無料ガチャはまだ続くんで、まあ、ゆとりがあるのであれば、ギリギリまで待った方が当然いいんですが、まあ皆さんも何引けたか、もうガチャ回した人はよければコメント欄で、それじゃあ、またお会いしましょう。じゃあねーん、バイバイ。